最強の大関と呼び声が高い海王。その握力は全盛期110キロもあったと言われています。巧みに左四つ右上手を取るずっしりした大きな肉体、豪快な上手投げに魅了されたファンも多いのではないでしょうか。海王の代名詞ともいえる小手投げも非常に強烈で、対戦相手が次々に負傷し、破壊王の名称で呼ばれていたこともあります。花の六三組として若の花、貴の花兄弟や曙らとも数々の名勝負を繰り広げました。同期たちが現役引退してからも大関として長年在位し活躍した海王。外国出身力士がぐいぐいと番付を上げていった時代に、海王の横綱昇進を切望していた人も多かったはずです。猛烈な強さを誇りながら、なぜ海王は横綱になれなかったのでしょうか。最強の大関。海王は1972年3人兄弟の末っ子として福岡県直方市に生まれました。海王は小学生時代には空手を習い、中学生になると柔道に打ち込みます。幼い頃から武道に励んだ海王は握力が非常に強く、相撲の道に進む以前からリンゴを握りつぶせるほどの怪力がありました。その潜在能力を買われて柔道部に在籍していながら、相撲部からも熱心な勧誘を受け、何度か町内の相撲大会にも出場していたといいます。そして中学校を卒業後に友綱部屋から勧誘されたことを機に入門、正式に相撲道を歩んでいくことになりました。1988年3月場所で初土俵を踏んだ海王。同期には若乃花と貴乃花兄弟に加え、曙、若乃山、力王などの強豪が揃い、海王らは花の六三組と相撲ファンから呼ばれ敬愛されています。しかし海王は180センチを超える身長と強靭な握力を持ってはいたものの、相撲そのものに関してはほぼ素人でした。海王は初めのうちは慣れない生活に苦心し、相撲部屋から脱走したこともあったそうです。ですがすぐに連れ戻されてしまい、いやいやながら稽古をするうちに徐々に才能が花開き、1992年1月場所で海王は十両に昇進します。そして1994年3月場所で海王は同期の横綱明けぼのに勝利し、海王は初金星を獲得。続けて若乃花と武蔵丸の二大関も下しました。この活躍で海王は初の三賞となる主勲賞を受賞。1994年5月場所に海王は小結びに昇進を遂げました。さらに海王は翌年の1995年には関脇に昇進し、そこから在位13場所という記録を樹立します。関脇にこれだけの期間在位し続けたのは豪栄道に次いで歴代2位の記録でした。またその後の三役昇降期間を足すと、海王の関脇在位は21場所にも及び、歴代1位タイ記録となっています。一進一退の番付を繰り返しても諦めずに大関を目指し続けた海王。しかし海王の活躍した頃の角界は若鷹兄弟や曙、武蔵丸など強豪が多く、海王は大関昇進までに足踏みを強いられました。2000年5月場所で念願の幕内初優勝を飾った海王。続く7月場所も11勝4敗で終え、3場所連続で横綱貴乃花に勝っていたことも評価され、ようやく海王は大関に昇進することが決まりました。そして海王は大関になってから2001年3月場所、2001年7月場所、2003年7月場所、2004年9月場所の計4度の優勝を経験します。2000年5月場所を含めて5度の優勝を飾り、成績も実力も横綱として申し分ないように見える海王。ではなぜ海王は横綱になれなかったのでしょう。なぜ横綱になれなかったのか。海王は何度も綱取りに挑戦しています。特に2004年の11月場所は千秋楽で横綱朝青龍に勝ち、優勝時点となれば昇進の可能性があると当時の審判部長が発言。千秋楽の結びの一番への期待が高まる中、海王は千秋楽で朝青龍を見事な相撲で下し、12勝3敗で場所を終えました。これで海王も悲願の横綱昇進決定かと思われましたが、なぜか結局諮問さえも行われず昇進は見送られてしまいます。これには当然視聴者や降格家の著名人からも相撲協会へ
海王に気を持たせておいてそれはない。基準が不明瞭といったブーイングも。しかしこの時横綱昇進が見送られたことについて海王本人は、内容も良くなかったし昇進はないと思っていたと言います。負けた相撲での負け方もみっともなかったのでと自分の相撲を冷静に振り返りました。翌2005年1月場所も綱取り場所とされていましたが、この場所は怪我により海王は途中休場。その後も海王の綱取りはついに叶いませんでした。海王ファンとしては2004年11月場所で横綱昇進しても良かったのではないかと感じてしまいますが、そうならなかった理由はいくつか考えられます。後に海王は同じ花の六三組として語り継がれている若乃花と貴乃花兄弟、あけぼののことをライバルだと思ったことはないと話しました。若貴兄弟とあけぼのについて常に背中を追っている気持ちだったと海王は語っています。海王がまだ相撲素人の頃、同じ相撲教習所で指導員の三段目力士と稽古しても勝ってしまうほど若貴兄弟の才覚は抜きんでていました。海王は入門してすぐに華々しい相撲道を突き進む同期に挟まれて並々ならぬプレッシャーを背負っていたのかもしれません。その鬼の住処のような時代にあった相撲界で横綱という頂点をもぎ取る決め手が海王には欠けていたのでしょうか。同年代に現役力士だった横綱武蔵丸は海王が横綱になれなかったことについてこう語っています。海王は最後の最後に何かが足りなかったと。武蔵丸曰く海王は横綱になるという強い思いが最後まで保てておらず、それが横綱審議委員会の出した結論に結びついたのではとのことでした。つまり海王が横綱になれなかった理由の一つは、花の六三組として強豪がひしめく世代だったため、純粋に横綱への難易度が高くなっていたこと。またそんな状況下で絶対に自分も横綱になるのだという野心を維持していくのが厳しかったことが挙げられるのではないでしょうか。しかし裏を返せば、そんな中大関にまで上り詰め、他の六三組が引退してからも現役として活躍を続けた海王の底力も十分に凄まじいと言えます。さらに海王が横綱になれなかったもう一つの理由として、海王の男気の部分が挙げられました。海王の男気、海王の男気を誰よりも知る力士が千代大海です。海王と千代大海は同じ九州出身であり、大関在位65場所という歴代1位タイ記録を分かち合う間柄。その千代大海は海王とのこんなエピソードを明かしています。実は現役を引退する3年ほど前に、お互いに引き際をなくしたなと海王から言われたという千代大海。それというのも晩年の海王は怪我に悩まされ、大関でありながら2桁勝利を挙げることが難しくなっていました。そしてそれは千代大海も同様だったのです。8勝や9勝でしか勝ち越せなくなった大関なんて平幕と同じだと思いながらも引退に踏み切れない自分を不甲斐なく思っていたという海王。そんな自分と境遇の似ていた盟友千代大海に、引き際をなくしたなと声をかけたのでしょう。海王と千代大海はそうした話題になると冗談交じりに、最後の相手がお互いだったらいいと言い合っていたのだそうです。これは盟友に負けたのならきっぱりと引退するきっかけになるという意味でした。そしてその冗談は神様のいたずらか現実のものになります。2010年1月場所3日目、海王と千代大海は土俵上で見合うことになりました。海王にとっては勝てば千代の富士が持つ幕内勝ち数807勝を抜く大記録更新がかかった一番。一方その千代の富士の弟子である千代大海はこの時には関脇に陥落しており、引退をかけて挑んだ場所でした。海王と千代大海の勝負の結果は送り投げで海王の勝利。海王は千代の富士の記録を塗り替え、幕内勝ち数808勝を挙げました。ひっくり返された千代大海は、ああここが引き際だなと思ったと言います。そして千代大海は自分を下したばかりの海王の顔を見上げました。するとその瞬間に海王は意外な表情をしていたと言います。海王さんはすごく悲しい顔をしていた。
投げて勝っておいて悲しい顔をするなんて武士道だなぁと思いました」と千代大海は語りました。さらに海王は千代の富士を抜く大記録を打ち立てたにもかかわらず勝利者インタビューを拒否。海王は取材陣に、俺と千代大海の関係を知っているだろう、勝利者インタビューなんてできるわけないじゃないか、と答えたといいます。自分の勝利や記録よりも盟友の心情を思いやった海王のこの言葉を伝えられ、千代大海は涙をこぼしました。また千代大海は自身と海王の大関在位が65場所とタイ記録であることにも触れています。千代大海は、海王さんは最後角番の場所を使ったら66場所になったのに角番を使わなかった、と明かしました。海王は公には、怪我がすごく深刻で、と言っていましたが、実際は千代大海と同じ数にすると海王が決めたのだと言います。事実海王の怪我は深刻でしたが、千代大海は、海王さんは翌場所の初日だけなら土俵に上がることはできたはず、と断言。もしそうしていれば在位は66場所になり海王の単独1位でしたが、海王はそうしませんでした。それは盟友千代大海への思いと海王の男気が許さなかったようです。武蔵丸が指摘した、海王は横綱昇進への野心が保てていなかった、というのはこうした海王なりの武士道や男気から来たものではないでしょうか。晩年の海王にとっては勝つことよりも盟友と歩んできた相撲道を全うすることの方が大切だったのかもしれません。海王は2011年7月に現役を引退し、現在は浅香山親方として弟子の育成に尽力しています。また2023年1月には相撲協会における役員待遇の審判部副部長に昇格することが発表されました。海王はこれからも相撲協会の中心で角界を引っ張っていくとともに、海王のような歴史に語り継がれる力士を育成してくれることでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると泣いて喜びます。よろしくお願いいたします。